こんにちは、カシマルの聖地巡礼です。仕事でシンガポールに行く機会があり、それよりも遠い場所の聖地巡礼ができると思い、合間時間で各地を巡礼してきましたので、その時の模様をお届けします。まずは成田空港からシンガポール航空に乗り、チャンギ空港を目指します。フライト時間は約7時間でチャンギ空港に到着。ターミナルが1から4まである巨大な空港でしたが、アニメで登場したのはおそらくターミナル3だと言われております。到着後まず訪れたのがオーチャード駅。4人が宿泊したホテルの最寄り駅ということで、駅前の商業施設などがアニメで登場していました。ここから徒歩約10分ほどでオーチャードホテルに到着。4人が泊まったホテルのモデルです。オーチャードから向かったのはマックスウェルフードセンター。いくつものお店が集まっているマーケットのような場所で、お昼前に行った時には人であふれていました。作中ではチキンライスとカヤトーストを食べていたので、私も食べようとお店に行くと行列が。お店の人も慣れているのか、20分ほど待ち普通に買えました。合わせてカヤトーストは近くのお店で購入。こんな感じですごく美味しかったです。マックスウェルフードセンターから歩いて向かうはマーライオン公園。観光地だけにここも人が多かったですね。マーライオン像の反対にあるエスプラネードシアターズオンザベイを見ながら、次なる目的地のシンガポールフライアイ。ここはとにかくでかいって感想しか出てきません。あ、ザ・ショップス・アート・マリーナ・ベイ・サンズ。毎日なのか噴水ショーが行われており、この模様がアニメでも描かれていました。ということで、今回は空よりも遠い場所のシンガポールの聖地を巡りました。ではまた次の動画でお会いしましょう。